目でも美味しい、体に優しい、いりこだしを使った一汁三菜料理を手掛けるかしこの岸八千代さんの登場です。岸さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今週のテーマはご飯が進むおかずです。今日はこちらを作ります。つやっとテリッと鶏の照り焼き、まあ、みんな大好きな鶏の照り焼きですが、はい、これあの定番料理ですけど、ちょっとしたコツで皮がパリッと、そして身は柔らかく仕上がるんですよね。はい、はい、ぜひ今日の作り方参考にしてください。それでは早速クッキングスタートです。はい、はい、では鶏の準備をしていきます。はい、はい、今日は鶏のもも肉を使用します。もも肉ですね。はい、よし、ではこれを下ごしらえしていきます。はい、はい、余分な油があったら取り除いてください。はい、これはないですね。はい、でよくあの指の腹でお肉を触ってください。うん、あの軟骨とかが残っている場合があるので、それがあればこう取ってあげてください。はいはい、あとは、身の厚いところに少し切り込みを入れておくと、うん、あの火が入りやすくなります。はい、縦に切り込み2箇所ぐらい入れましたね。はい、もう1枚やります。はい、これも油があれば取って、ではい、で軟骨がないかよく指の腹で触って、はい、そして切り込み厚みのあるところに少し入れてください。それで火が入りやすくなります。はい、はい、ここまでできましたら次は、はい、塩をしていきます。はい、全体に塩適量、はいはい、でひっくり返しました。はい、両面に塩をします。はい、塩は両面ですね。はい、よいしょ、はい、できました。はい、でこれを、10分置いてください。はい、塩をして10分置きます。はい、はい、置いたものがこちらになります。はい、はい、こんな風にちょっと水分が、ちょっと水分出てますね。はい、出てくると思いますので、はい、これはよいしょ、ペーパーで押さえて拭いてください。うん、はい、よく下味で塩コショウっていうのありますけど、はい、今塩だけして10分置きました。はい、はい、これはどういうポイントが。はい、塩がですね、うん、あの下味にもなるんですが、うん、あの中に、浸透圧で、あの余分な水分を出してくれるんです。うん、はい、あと塩があのタンパク質に働いて、あのお肉をプリッとジューシーにさせてくれます。うん、それが10分で違うんですね。はい、はいはい、です。でこちら、はい、はい、では、コショウしていきますね。はい、さっきは塩だけでしたんで、ここで両面に塩コショウです。はい、はい、コショウもしていきます。はい、では、こちら焼いていきますね。はい、フライパンに参りましょう。はい、フライパンに、皮を下にして入れてください。ありがとうございます。はい、皮目を下にして火加減は中強火。はい、はい、でこれで皮をしっかり焼いていきます。皮をしっかり焼いていく、はい、はい、今日はだから皮がパリなんですよね。はい、そうです。この焼き方がね、今日ポイントなんですよね。はい、はい、うん、そうです。でこのまま2分ほど焼いていきますね。はい、2分間、はい、何もしませんします。ほったらかしですそうな、あの野菜をやります。はい、はい、ほったらかし、こちらはほったらかしで、はい、あとは余分な油とかね、はい、取ってください。さあ、付け合わせの野菜をその間に準備していきます。はい、はい、では、こちらほうれん草になります。はい、はい、ほうれん草はよいしょ、ほい、はい、ありがとうございます。水につけるときにこんな風に切り込みを入れて、うん、はい、はい、お水につけてあげるといいですね。切ってないのがこっちですね。はい、はい、で切り込みを入れて、はい、十文字に、十文字に入れて、はいはい、入れるとこんな風に茎が開きますので、うん、あの水につけるとあの間に入った土があの水の中に自然に落ちますので、うん、はい、先っぽまで美味しく食べれます。それで茎の先っぽまで美味しく、はい、じゃこれちょっと切ってないのなのでやってみますね。はい、ちょっと切ってみますね。このように茎に、はい、十文字、はい、切り込みを入れて、はい、はい、切り込みを入れて、はい、で水につけておく、はい、つけておくといいですよ。はい、はい、ちょっとお肉が、あ、今パチパチフライパンに呼ばれたようです。はい、はい、ちょっとパチパチ言ってたんで、はい、いい感じですね。はい、まだこのまま置いておきます。はい、このまんまです特に何もしません、はい、ひたすら皮を焼いていきますはい、ではほうれん草を切っていきます。はい、はい、はい、これはよいしょ、食べやすい大きさに切ってください。
よいしょ、はい、切りました。でもこうすると本当茎の先っぽまで食べられますんで。はい、そうなんです、ね、このやり方、いろんなほうれん草の料理で覚えておくといいですね。はい、はい、でこの切り込みを入れたところは、うん、こんな風に手で裂いてください。裂いていくんですね。はい、はい、こんな風にそうすると無駄なく裂けやすく裂けやすい感じになってますよ ね、はい、裂けるチーズみたいな感じですね。そうですね、うん、繊維に沿って、ね、はい。川村さんどうですか、このやり方やってました？全然やってないです。もうスパーンって分かっちゃいましたスパーンポイってしました。赤いとこスパーンみたいなね、はい、ここがね、美味しいところなので美味しいんですよね、はい、これからほうれん草また美味しくなります、ね、はい、はい、やってみます、はい、今日付け合わせほうれん草がとってもよく合います。照り焼きのタレとも絡んで美味しいんですよね、はい、そうです、はい、これ、2分経ちました、はい、で、ちょっと見てみます。あ、まだちょっと色がまだついてないのでこのまま焼くんですが、はい、2分経ったら中火ぐらいに落としてください。2分経ったら中火、はいはい、でこのまま、中火の状態であと3分焼いてください、うん、中火にしてからさらに3分、はいはい、そして焼いたら1回もひっくり返さずに、そうです、はいで焼いたもの、あ、はい、あ、うま技ですね、すみません、はい、皮面をじっくり焼いて余分な油を落としてください。はい、はい、で3分経ったものがこちらです。はい、はい、じゃあ裏返します。こんな感じ、はいはい、はい、皮がパリッとなっております、はい、パリッと焼けました。はい、はいでこちらも、この中火のまま、2分ほど焼いていくんですが、なのでひっくり返さないですけど余分な油は取りながら、はい、ひたすら皮をパリッと焼いていくんですね、はい、うん、でここにスペースがちょっとありますので、はい、ここでほうれん草を焼いていこうと思います、はい、ありがとうございます。1つのフライパンでできちゃいますね、それだったら。はい、そうなんですよ、ね、スペースを活用して、はい、ほい、でここで、ほうれん草にも塩コショウします。はい、ほうれん草を塩コショウしました。はい、でこれを炒めていきますね。これ青山さんにお願いしてもいいですか。はい、やっときましょう。はい、はい、ではタレを作っていきます。こちら、この中にみりんが入ってます。はい、はい、照り焼きのタレですよ、簡単です。はい、みりん大さじ3、ここにお砂糖、お砂糖大さじ 1.5、 はい、醤油も入りました。薄口醤油も大さじ 1.5、 はい、すごい調味料、お醤油も大さじ 1.5 しか入ってないんですよ。すごい調味料も少ないです。そうですよね、はい、でしっかり混ぜてください。でもこの甘辛のタレがね、はい、ご飯にもよく合いますよね。はい、そうなんです、うん、では、はい、ありがとうございます、はい、変わります。ほうれん草お願いします。はい、あ、だいぶしんなりしましたね。もう少し炒めて、ほうれん草はすぐ火が入りますからね、うん、これ美味しいですよね、鶏肉とよく合いますよ ね、そうなんですよね。だから鶏肉と、はい、その照り焼きのタレと全部絡めて、はい、ほうれん草もよく合うという、はい、そうなんです。はい、でほうれん草をもう先に取り出しちゃいます。はい、出しました。はい、こちらです。ほい、はい、では、ではお肉はもうちょっとかな、もうちょっと、はい、でちょっと、はい、余分な油を拭いておきます、ね、本当にでもこの油を拭き取るというのが大事なんですね。はい、この後調味料も入るのでキレイにしておきます。ちょうどあれですよね、身と皮の間にも油があるんですよね。そうなんです、うん、皮の下のところにすごく鶏は油を持ってるんです、うん、でそれを皮目をしっかり焼くことでその油が自然に熱で落ちますので、うん、はい、今日はこのようにして焼いてます。なのでもう皮をしっかりと焼いていったんですよね。はい、では、はい、
ここで一度火を止めました、はい、今完全に火を止めました、はい、そしてフライパンの中もきれいにしました、はい、油も拭き取りました、はい、でここでお酒を入れます。はい、じゅわーっと、おー、ここでお酒大さじ3が入りました。はい、じゅわーっと言いますので、はい、はい、このままちょっとお酒がじわっといっております、はいはい、ここで馬技です、はい、焼いたお肉にお酒を加えることで、はい、お肉の臭みを取ってふっくら柔らかく仕上げます、はいはい、これはだから必ず火を止めてからなんですね。はい、そうです、うん、で落ち着きましたね。落ち着きましたね、はい、では、はい、タレが入ります。さあ、ここでまだ火は切ったままです。はい、よいしょ、砂糖がなかなか溶けない、溶けてないです。火を切ったままでさっきの照り焼きのタレを入れます、はい、ちょっと砂糖が残る、あの冬場は砂糖が溶けにくいんで、こんな風にちょっと中の温かいタレを入れて溶かしてくださいね、はい、温かいのを入れて砂糖を溶かしてるわけですね、はい、今ね、はい、非常に地味な作業ではありますが大切です。はい、地味ですよし、はい、しっかり溶けました。はい、はい、では火をつけます。はい、さあ、ここで火をつけました。はい、はい、そしてここでは、中強火ですね。中強火、はい、しっかり沸かしていきます。で、砂糖もちょっと溶けてなかったりするので、こんな風になじませながら、はい、温めていきます。ここからが鶏の照り焼きの照りを出していく作業ですね、はい、そうです、はい、この泡立ちが全体に回っていきますので、それまでちょっと待ちますね、はい、なので結構鶏の照り焼き作るコツは待ち時間が割と多いんですよね本当ですね。あんまり急いで焼こうとしたりしちゃダメなんですね。はい、はい、じっくり焼きましょう。じっくり焼きます、はい、調味料も少なくて簡単ですからね、はい、さあ、そしてふつふつが、はい、だいぶ来ましたね。これが全体にふつふつだいぶ広がってきました、はいはい、全体にまだキッさんは動きませんまだ待ってます。はい、あ、いい感じです。泡も大きくなってきました、はい、そしたら少し火を弱めて中火ぐらいにします、はい、今火を中火にしました。はい、そしてこのタレをスプーンですくって、はい、お肉の上にもかけてあげてください、うん、なので全体がふつふつと泡立ってきたら、この、はい、かける作業が始まるわけですね。はい、そうです。これが、基本の木になります、うん、タレはしっかりと煮詰めて、照りととろみを出してください、うん、で、私これかけてますので、はい、ご飯の方をお願いしてもいいですか。わかりました。はい、今日はご飯が進むおかずですからね、はい、はい、ご飯もついでいきましょう。はい、ほい、ということで美味しそうに炊けております。美味しそうです。綺麗、はい、そうですよ、はい、はい、嬉しい。土鍋なんでね、うん、ちょっとお焦げがあるかなと思ったらなかったですリハーサルでは綺麗なお焦げが出てきて、綺麗に炊けたってことですね。綺麗に炊けてます、はい、ほんとご飯に合いますからね。結構丁寧に、あ、よろしくお願いします、はい、結構丁寧に照り焼きのタレをかけるんですね。そうなんですよね、はい、そうです。なんかこうフレンチのシェフになった気分でこうやってかけてくださいなるほど、フキスさんの中では今私フレンチのシェフっぽいなっていう、 そうです、そういう感じなんですね、はい、フレンチごっこができるんですね、ご家庭でいいですね、はい、グランメゾン東京の木村拓哉ですね、気分が。あ、いい感じですやったー、はい、とろみが出ました。あ、出ましたね、はい、へー、いい照りですね。美味しそう、はい、はい、いい感じです。はい、出ましたね、はい、ではこれ切っていきましょう。切っていきましょう、はい、熱いので、熱々ですからね、はい、ちょっと気をつけて切っていきます、はい、いいですね。キーさん、ちょっと一断面見せてもらえます。あ、はい、あ、こっちの方、はい、あ、いい感じで火が通ってますね、はい、はい、よかった。
べきですね。よいしょ。はい、切れました。はい、はい、ではよいしょ。はい、お皿に移します。盛り付けですね。はい、よいしょ。結構ボリュームありますね。はい、うん、あ、いい感じですね。はい、ほうれん草です。ほうれん草はこの先っぽも美味しく食べれますからね。でタレですね。はい、はい、タレかけましょう。はい、よし、ではかけます。はい、うわー、テリテリのテリテリのツヤツヤでございます。はい、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 美味しいところを見てもらいます。ありがとうございます。はい、はい、こちらでツヤっとテリッと鶏の照り焼き完成です。さあ、今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。今日のご飯のお供は鶏の照り焼きです。お肉は厚みのある部分は切り込みを入れて火が通るようにしてください。下味はお塩をつけて10分置いてください。その後に胡椒をつけて焼きました。じっくり火を入れることで皮をパリパリに、そして余分な脂を徹底的に落とします。焼き上がったらお酒です。これによって臭みが取れてふっくらと柔らかに仕上がります。タレはしっかり煮詰めて照りととろみを出してください。この甘辛いタレがご飯とぴったりです。皆さんもぜひこのやり方で作ってみてください。さあ、それでは川村さん、どうぞ。いただきます。でもこの照りを見るだけで幸せな気持ちになりますね。いただきます。とにかくご飯が進む。あ、なーん、甘いタレが本当に美味しい。しかも優しい甘さですね。これ本当ご飯進みます。美味しい。またこのほうれん草がいいんですよね。はい、うんうん、鶏と食べてもいいし、はい、照り焼きのタレを絡めてもいいし、はいはい、相性抜群となってますんで、はい、ぜひ付け合わせはほうれん草がおすすめです。さあ、明日は中華の第3にたっぷり野菜と豚肉の中華そぼろを教えてもらいます。こちらもお楽しみに。岸さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。